そして10年の時が経った。約束の10年目、再び悪魔はジャックのもとに現れた。そして今度こそお前の魂が欲しい。そう言うとジャックはこれまた最後にあの木のリンゴが食べたいとか言い出した。悪魔はまあこれで最後だしいっかって思って一生懸命木に登ってリンゴを取ろうとしてやった。するとジャックは今度は木の幹に十字架を刻んで悪魔が木から降りれなくなってしまった。悪魔はもうどうすることもできなくて、もう二度とお前の魂を取りには来ない、そう約束した。誰か気づいてほしい、さらなる光る。
に行ったね。